の動画はこちら。こんにちは。最近できることがあります。最近ママにできるようになったことがあるんだよね。それはこちら。こちらでわかんねえだろ。字が上手くなりました。字が書けるようになったんだよね。はい、もうすぐね1年生になるので遅いんだけど少しずつね勉強してたんだよね。はい、いつも練習してます。そしたらなんとももちゃんお手紙が書けるようになったんです。ということでじゃあ持ってきてください。はい、ちょっと待ってください。最近ママに書いたやつはこの前ママにLOL サプライズを買ってもらったんですよ。発音いいね。LOL 黄色の新しいやつを買ってもらいました。その時に書いたもの。せーの、じゃん。じゃあゆっくり読むよ。ママ、あるよね、LOL。ももはママ。こうやってこの紙を渡してきました。LOL を買うって約束してた日に、ママ、あるよね、LOL。でも上手だよね。後ろが。お、ユミ。あ、この子はユミちゃんっていうの、この子が。ユミちゃん。こういうのをね、書けるようになったのももすごいでしょ。はい。次は、こちら。お、あゆめをかけっけこさしすてと、あ、さしすてそう。てか書いたんですけど、この裏がね、すごいお手紙書いてきました、ももちゃん。ユア読みます。もも、ユア、昨日ユア、すごくいじめないで。いじめ。歯磨きの時、ママのお化粧の場所で、ももちゃんの場所を押さないで。って書いてあります。どうしたのこれ。この前喧嘩したじゃん。その時に押してきたんだよね。うん。それを書いたの。それでバーンってなった。ももがね、こんな風にお手紙でね、気持ちを伝えるようになってきました。結構面白いんだよ。これも、ママ大好き、おやすみ、世界一好き。大好き、怒るにも厳しい、怒るのは厳しいって書いてある、じゃあこれは読むわ。もうちょっと待って、ママいつもありがとう。とら、待って大好きって書いてあるよ。だいすき、ハトハトハト、うわ見せて、ハトハトハト、こんな風に書いてくれましたね。あ、後ろに矢が書いてある。ん？小さい矢、あ、教えてってたのか。あとこれ見て。裏にもあるよ。でも、さっき読んだよ、これ。でも、お化粧はすごくいっぱいやる。でも、顔は可愛い。一緒に寝よう、だって。可愛い。こういうこと書いてくれたり。で、ほら、これとかも桃の絵可愛いんだよね。え、これね、違う顔書いたんだよ。え？そうなの？なんだ。あと見て、ユアの音読のやつに、桃もなんかやったりしてる。ユアっていう本読んだんだね、ももおまみ、よおめ、適当？これ多分岩に書いたんだね。いつも喧嘩するね、喧嘩するお姉ちゃんなんで。こういうのをね、ふって書いて渡してくるんだよ、最近ももこうやってママにプッ、ね、だってこれを字は書いてないんですけど、サディはアイスクリームショップ屋さんだ。これこれ、こっちはアイス。アイスだ。これが、サーティワンに新しくできてる、虹色アイス。そうなの？と、これが、マスクメロン。ね、お、ベリーベリーストロベリーに、うん、バナナ&ストロベリーに、ボスティングシャワー、チョコクッキーだっけ。これがね、ラブポーションサーティワン。これが、キラキラアイスっていうやつ。とキャラメルリボン。すごい上手だね。味も分けて書いたんだね。オレンジ色のさ、あいつある、オレンジソルベだ。あ、そう、オレンジソルベで、ソルベオレンジ。あとね、あとこの絵もなんか可愛いんだよね。あと音痴ですねって書いてある。チェンチェンチキメチェン、はい、ん、分かるね。なに、ママ、あんまりももちゃんの場所だけカメラで、ももちゃんの場所だけやめてね。と。撮んないで。もものとこ撮っちゃダメなの？うん。なんで？だって。撮りたい、もものこと。だって、カメラメインに。あ、
髪をメインにしたかったの？あ、ももの顔じゃなくて髪にしてほしかったってこと？わかりました。ちゃんと着なさいよね。はーい。ということで、ももがなんとね、字が書けるようになったんだよね。ちょっと待ってね、うん、それで1年生になれるね。ちゃかちゃかちゃかなんか書いてくるのかな。いなくなっちゃった。じゃあその間にももの可愛い絵、これとかも可愛いよ。あと数字もね、頑張ってますね。あとこれ、プリキュアので厚みって封筒に書いてくれて、ももはちょっとこれ開けましょう。はい、こんな感じの可愛い絵が入ってました。可愛いね、この1個だけポンって書いて。それからね、お手紙はいつもありがとう from 厚み、厚みよりみたいな感じになっちゃってるけど、可愛い。それからこれも可愛いです。ママ宇宙より好き、今度旅行行こうね、ももはへ思い出作ろうね。泣けますねこれね。これからも頑張ろうね。1年生になったらもっと書けるようになるね。じーということで、グッバイ。待って待ってください。はい、どうしようかな。じゃあねー。今日も見てくれてありがとう。チャンネル登録、グッドボタンお願いします。ももからは Twitter、Instagram 見てね。バイバーイ。